祖父から譲り受けた小さな動物園。そこには一頭だけ残された象が佇んでいた。任天堂 3DS 専用ソフト、アニマルリゾート動物園を作ろう。 3D 映像で描かれる100種類以上の動物たちと触れ合いながら、世界に一つだけの動物園を作り上げる新感覚の動物園ライフゲーム、アニマルリゾート。本作は埼玉県のハイブリッドレジャーランド東武動物公園とのコラボレーションを実現。動物の生態解説などについて細かい監修を受けています。特に作中に登場するホワイトタイガーは東武動物公園のロッキー君をモデルにして非常に精密な 3D グラフィックが制作されました。東武動物公園ホワイトタイガー担当の板倉弘樹です。おお、すごい、立体映ってる。あ、顔もロッキーだな。鼻と目が離れてるところがロッキーに似てるな。これ周りの景色もなんか立体で、なんか自分がここにいるみたいに。あ、すごい。1日1回の餌やりを通じて動物たちとのコミュニケーションを取ることができます。動物に合った餌を選んで与えましょう。あ、いろんな餌の種類があるけれども、ロッキー肉だな。肉をあげよう。おお、あ、食べてる。なんかいつもとは違ってゆっくり見れるからいいな。お前あっという間だもんな、食べんの。集客数アップのために動物たちの写真を撮って公開しましょう。日々の集客数に応じてアニマルポイントが追加されます。これちょっとズームして撮影。よいしょ。あ、ベストショット。あ、これいい写真なんだ。ロキ、ベストショットだって。おい、無視か、ロッキー。追加されたアニマルポイントを消費して動物園のエリアを拡張したり、新しい動物を獲得することができます。アニマルリゾートには100種類を超える動物たちが登場し、現在では絶滅してしまった幻の動物まで展示することができます。いや、これ本当あれっすね。もうなんかリアルに再現できてますし、まあ、ロッキーの顔も模様もすごい似ててびっくりしたんですけど、もうソフト買って楽しかったんで遊びたいと思います。ようこそ 3D で描かれるあなただけの動物園へ。アニマルリゾート動物園を作ろう。